今夜も始まりましたパチンコプレイガイド TV 増刊号。さあ今回はですね、はい、なんと乳銀のショールームに来ております、はい。3月頭ぐらいからデビューになると思うんですけれども、うん、CR 大奥両蘭の花戦、はい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 、はい、こちらの方の実戦をお届けしたいなと思っております。まあ乳銀が乗ってますからね。いや刑事がすごいですからね。キーハナの刑事ものすごい人気も出玉もやばいっす、ね、大好きですよね。大好き言ってやって言っててこの間どんだけ出したんだっけ。いやこんだけこんだけじゃねえこの間ね、うん、47連5万7000発出させていただきました。7000発。うん、今回は大奥のドロドロした女たちの戦いを見ていこうじゃないかと、はいはい、まあでもあの刑事の直手になるわけですよね。そうですそうです。期待してますよ僕も。もちろんですね、うん。なんで早速打っていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ言うて僕らね大奥にそんなに詳しいわけじゃないですし、まあまあ正直、ね、女性の気持ちがそんなに分かるタイプでもないので、うん、まあただ打ってても面白くないなっていうことで、はいはい、今回はちょっとこちらじゃん用意してます。ビンゴでビンタ、はい、そういうことです。いつもは目標をくじで決めて実践をしている増刊号ですが、今回は番外編ということで実践人の2人にはCR 大奥の演出にちなんだビンゴをやってもらいます。しかも成立したラインの数によって相手に食らわすビンタの回数が決まるといった過酷なバトルとなっていますよ。さあ女の戦いならぬ男の戦いを制するのはどっちなんでしょうか。そういうことか。まあショールームですからね、言っても当たりやすかったりするでしょ。いや何言ってるんですかあなたは。そういうところばっかりライター崩れになっちゃって何何何本当にね。どういうことびっくりする。ちゃんと正規の確率、うん、今回299分の1ですね約、はいはい、で打たせていただくので。あそっちであるんですね。ガチのバトルです。はあ。だから絵的に全く出ないこともあるかもしれないですけど、うん、1つも出せない可能性すらありますけど、うん、まあここでねグダグダ喋っててもしょうがないんで、うん そうね、それでは早速実践の方行きましょう。はい。さあそれでは早速実践スタートです。はい。いやショールームっていいね。あれ全然ハンドル感覚が分かんない。久々ですよねショールームでこういうのやるの。そうね、なかなかないもんな。まあ、ただ今回は、ビンゴ、うん、このビンゴの成立ラインによって相手にビンタを食らわせるとそうねいう企画になってますので、おう、まあ一応僕とガキさんのバトルというようなところになります。はい、ビンタ役結構な巨漢だからね。ビンタ役はね、まあ体重にしたら3桁まあ、ギリギリないとは言ってるけど、うん、まあほぼ言ってるだろうねあれは。いやほんとね多分これ重いビンタになると思います。まあここに書いてある通り、うん、真ん中確変大当たりなんでそこのハードルはそんなに高くないですよね。そうですね。まあこのスペック的に当たれば 60% で確変ですからね。そうですね、うん、で周りを固めるのが、乙女ビジョンだったり実写演出、まあおすず廊下演出ですとか、大当たりに比較的絡みやすい演出になってます。そうですよね。だからとにかく当てていかなきゃいけないってことですよね。だから熱い展開が来れば一気に3つ4つ空いちゃう可能性はあるかなと、うん、で連チャンすればもう全部埋まるんじゃないのっていう。まあ200スペック的に 299.25 分の1、はい、でそっから角形突入率 60% なんで、これ連チャン中は出るのかな出ないのかな。連チャン中に出るのももちろんあります。はあ、はあははあ、ただ例えばこの花演舞の章といって突角なんですけど、これはディレクターが意地悪でわざわざへそからじゃないとこれひどいねダメだっていう風になってます。ちょっまあただこのね縦横で抜いちゃえばいいから。まあそうね、そうか。まあどれがどれを出せるかっていう運も大事ってことね。まあそうですね。ただ本当に比較的重要な予告ばっかり選ばれてるんで、まあまあ出ると思いますよ。どっちが出すかわかんないけど。乙女美女いますよ。乙女美女いますよこれ。ああ決着の時。決着って何？決着の時って書いてますね。決着の時。おおおマジ？マジ？来たよ来たよ。はい。はい残念。100年早いわ。
逆転とかはさすがにないの。ああ惜しい。まあ、今ので乙女が勝てば、うん、花演舞の勝つまり戸塚が勝ったということですね。マスを埋めるチャンスを逃したガッキーですが、ここで本日初の保留変化が来たようですね。あ、緑に変わりましたね。人は普通に戻って色が緑になりました。これは緑保留。うわー早いんじゃないこれ。うわ早っ。あ、惜しい惜しい。パラノがあるの？ないじゃん。ないみたいね。絵とか焼き物とか女性も好きそうですね、この感じ。まあ本当に女の戦いというものを表現した一台になってるみたいなんで、もう開発からかなりねそこは気を使ってるみたいですよ。あのヒルドラの世界観というかね、ドロドロした感じ、まあそれ以上のものを表現してるんじゃないかなと。そういうところが打ってて女性のパチンコする方も共感できるっていう台になってるらしいんで、はいはいはい、大奥たちの熱き戦い早く見たいですね。とここでようやくサイクロンにもチャンスが。なんかちょっと癒されるね。何にもでもいい予告はないんだけど、腹のがあるかどうかでしょう。閉まれば錠前チャレンジ、これ成功すると突破ですよ。これがあーでも色が変化しない。ちょ失敗。こっち乙女ビジョンのチャンスって出ましたよ今。大奥ってなんか偉そうな感じの。偉そうでしたね今の感じ。で入ったそら赤みたいな感じなのかな。ボリューム緑今。おあらほら来た。これ乙女ビジョンでしょ。乙女ビジョン。おっしゃ早速1個ゲットです。でこの後ですよね。この後どうなるか、展開によっては一気に稼げる可能性があると。はい、ということでとりあえずガッキーが乙女ビジョンを出しましたと。疑似連とかはどうだった。疑似連全くない。あ、全くない。全くなかった。多分背景あれ江戸城の夜かなんかだったよ最初のステージは。うん、多分あのね、正直ね、いや正直ね、あのサイクロンの演出を見てたから、うん、ちょっと細かいとこ見れなかったんですよ。ただここでそれ連打いきます。あ、やばいな、これいったもん。これあるんじゃない。これありそうだよね。ねえ、まさかの失敗パターンと成功パターンになったりなったりなったり。色変わんねえよでも。ラッキー残念と思いきや、でもほら赤堀も来た。え、マジですぐ来た。これあるでしょ。これ赤ですよ。はい、もう一個もう一個。よし、いよいよ。お打ち返してごらん。羽ストップ行くぞ。あ、リーチ張ってる。そうみたいね。しないってことだ。よし、これでリーチでしょ。お、あ、そっから羽根つきか。ただカットインとかに実写が出てくることもありますからね。はい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 。字幕が変わ、投げ、ほらほらほら変わるんじゃないかって言って赤になりましたね。ただ金文字がありますからね上に。そうね、この後まだまだ頑張れるじゃん。まだまだ頑張れる。よしよしよし。あ、実写、実写でしょこれ。実写だ。あら、あるの。これ当たっちゃうんじゃないですか。押すのです。はい、マジか。うまいで。ごめんな。
早くない？いい音で、さらに学業あたりまで行ける可能性が十分あると。やばいよ。さあどうなる。見事大当たりさせたガッキー、重要な昇格は果たして。やるじゃない。いや 60% で 60% で頼む。 60% でよし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 。え、昇格です。ないのないよ。まあでもバンド昇格中にあるかもしれない。そうだよね、わかんないけど。それは2個だけど、ご覧の通り全然リーチ成立してません。まああんま意味ない。でもさ、確定大当たりを引けばダブルリーチになるわけでしょ。まあまあそうだね、小柄組んで。いけるいけるいける、昇格昇格。確変昇格を願うガッキーですが、その間サイクロンにチャンスが来たようですよ。でも多分ね、厳しいんだと思う。で、背景が、江戸城かなの夜の方、赤の方が背景神社強いんで、もう一個変わってくれればよかったんですけど。あ、これ下も赤文字なんで、ビンタが決まって疑似連。疑似連じゃビンゴのマス開かないよ。いや、疑似連じゃ開かないよ。うぜぇ、疑似さんも行かねえし。疑似に緑保留、いかにも足りてない。弱いね。タイトルは赤だったんだな、今。でも、赤い小物が出たりとか。お、実写。マジか。でもね、展開が弱すぎてこれ当たり気しないわ。ボタンを押して運命を掴むのです。ボタンは通常かな。サイクロンは大当たりが遠いようですね。そして確変昇格を願っていたガッキーの代はというと、昇格なしで時短昇格してる最中に、ほらあるんじゃないですか。ほい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 、赤入って、ほら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 、2個目貼る。乙女ビジョン、いけるんじゃない。2個目貼ってみるね。いる2個とか。あのですね、とりあえずさっきお話できなかったんですけれども、大当たり当たればとにかく約1700玉獲得できるんですよね、こっちのスペックだと。もう一個のスペックでも、約1400ぐらい獲得できますんでね、非常にその辺は素晴らしいと思います。お、上にまだまだこのリーチは終わらないんや。成功すれば当たりかな。いかね、全然半分しかいかない。あ、これあるね。外しました。あんだけ後残るぐらい殴ったのにね。ダメだったんだね。大チャンスを生かせなかったガッキーはあっさり時短終了。この調子で2人はビンゴさせることができるのでしょうか。じゃあどうします、ちょっとおさらいしてみます。ここでおさらいしましょうかね。おさらいするまでもなく、まあ、ね、結構少ないですよね、まずね。あのリーチもかかってなければ、また人まだいないんでしょ。まずやっぱここですよね。うん、そこは欲しい。うん、これ当てないと話にならないから、うん、やっぱちゃんと当てましょう。頑張ろう。一応言っとくけど、通常当ててるからね。まあ通常当てたけど、ちゃんと当てましょうの前に、なんか当てました。僕はですね、この機種小当たりとかがないんで、今のところ本当に当たりなしです。さらにちょっと疑問があるんですけど、これありなんですか。はい、実写出ましたよ。だってあれ実写でいいんですかね。当たらないとダメ？どうすか？オッケー？ダメ？
ほら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 、もう何勝手につけてんだよ。なしだよこんなのは。当たらないとダメなの。なしなし。いや、そうだよ。ほらって思ったけど、俺こうやってやってんのに打ってるもんね。そして赤ホールとか出してるもんね。これ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 、来た来たね。スローカインス。あら、すげえタイミングで今赤ホールつける。お、マジか。これあるね。いただきましたね。それさっきの返して返して。え、何さっきの。さっき、あ、これこれこれ。え、ここ貼っとくから、ほら、まずここね。あ、そうだね。うわー、いいね。それが続くんだよね。虹連だよね、これ。2で終わり、2で終わり。全然見てなかったけどね、いきなり、ね、いや何が出てくるのか。まあね、で、これで4枚いっちゃったらあれだからね。あ、ボタンなんか出てくる。泣いてるよ保留が泣いてる外れるってこと。あ、出た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 、どんどん出てくるよ。フォトメリージョン、ちょっとこれ一気にやられるかもね。あ、これストーリーじゃないの。ストーリーだ、ストーリーストーリー。出た出た、この曲。ちょっとちょっと、お前一気に逆転でしょ。ふざけんなよ、ね、これだって3時からだからね、当たれば。いや、ふざけんなよ格言大当たりだから。これより熱いリーチは全回転でござるって言ってるから、実質一番熱いリーチなんだ。そうだよね、うん、ここに来て畳みかけるサイクロン、果たして大当たりとなるのでしょうか。なんかイラッとするな。あ、でももうこっから軍は出ないと思う。来たー、デカプッシャー。し、完璧な完璧な当たり方しなかった。完璧に格言もらいましたよ。サイクロンが見事確変大当たりをゲット。これでかなり有利な展開になりましたね。まだでもさ、いいじゃん、まあね、って言いながら緑赤になるから。おおお、実写、実写の保留見えましたかね、井上さん。あ、じゃあ、オークチャンス、あれじゃん。あ、これリーチ選択していくやつ。あれ強いんじゃないですか。え、強いよ。ストーリー両方ストーリー。あ、あ、そこでビッタに行く。あ、お、お、上からマジで。いいよ、リーチかかったよ、でもそれで。いいよ、上から来たよ。ってことは、これ俺か、もう格言あたりを当てちゃえば。そうそう、それが格言に行けば、ガッキーは1ラインゲット。そうだよね、いけるいける。これはね、マウントポジションでめちゃくちゃやりますからね。めちゃくちゃいきますよ。緑、あー、いった。え、これいってないの。マックスだよね、これ。これマックスじゃないですか。多分いったと思いますよ、これ。文字も赤だし、ボタンが弱い。せーの、えー、え、嘘。最後のボタン弱かったもんね。え、じゃあさっきでも上までいってたんじゃないのかな、あれ。パラノがある。ないの、ない、うわ、はい、残念。そう、でも蝶は OK でしょ、蝶柄は。まあ蝶柄は OK ってことは、僕がサイクロンにビンタを食らわせるためには、あとは格好あたりを引いちゃえばもう、はい、いいってことですね。ガッキーさんはそうですね。ただそれで1回サイクロンはグーを出せば、はいですね、一気に2回2回。わあ、まずい、保留からまずいもん、なんかちょっとやめて。あ、いなくなった、よかった。もうね、ほんと意地悪な人がね、よう遊びに来る。うちにはあ、また来た、また来たよ、この子。なんかちょっと楽しいね、それ。楽しい、ちょっとやりたいんだけど。すげえドキドキするんだけど、面白いね。え、いいな、それ。こっちもなんないから。ちょっとでも選択するイケメンを変えたいな。一人だけね、外人がいるんだよ。
あ、一緒。あれ。ほら当たるでしょ。はい。一緒で当たり。で、多分ね、この感覚格変でしょ。三、格変だ。マジ。ありがとうございます。でも、え。順調に確変継続のサイクロン、ビンゴするのも時間の問題ですね。お、時間予告。緑保留だけどね。緑保留でも強いでしょ。それちょっとびっくりしたよ今。大チャンスでございます。あ、乙女美女演出を祈るでござる。はい、乙女美女来い。いや、マジかないんだ。僕はちょっと転落のピンチです。あ、二人で悲しいシーン、もしかして僕、確変終わった。落ちた？落ちましたね。あの、敵が来ちゃってピンタ避けられて落ちました。よし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 、なんですね。この夢狭間のショーは、内部的に格変とかそういうのもないみたいです。もう完全に時短というところなんで、ここで引き戻せるかどうか、ガッキーにビンタを食らわせられるかどうかはここにかかってる。まあ無理だ。しかしサイクロンの時短はあっさり終了と、ここで実戦時間も少なくなってきたので、ショールームならではの大当たり確率が軽いボードにしてもらいました。ということで強引ではありますが、先にビンゴした方が勝利です。とにかくビンゴが成立すれば、そちらの方、僕がガッキーの勝利というふうになりますが、ガッキーの場合は格変大当たりを引ければ終了、僕の場合は当たらなくてもいい、長柄か軍予告、違うな、残り全部何でもいいや、演出が出ればその時点で終了というところなので、まあガッキーが当たりそうなリーチ出してる途中に僕が長柄とか出したら、それは滑り込みで僕の勝ちです。スピード勝負なんで、とにかくちょっと待って、そのさ、静かになんかことを進めるのやめてもらっていい？何？バレた？なんかさ、来てるよ来てるよ、今疑似に緑保留、バレちゃったな。おい、ちょっと待って待って待って、あるよ、これあるよ。ただね、ただ疑似になんだよね。で、緑保留っていうのが不安要素だよね。うん、ただ7点が強いかどうかは分かんないから、この機種。そうね、でも7点弱いわけないと思うけどな。やめて、仕切り直してすぐよ、これ当たれ当たれ当たれ。でもこっち不利だからさ。いやいや、当たるまでだからパッて出せばいいんだよ。パッて軍出せば。あっあっ、え、実写実写、諦めようよ。え、よし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 、諦めないよ諦めないよ、俺は外れやろ。バラドはなしよ。え、そっち、おい、マジか。よし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 、いやまあでも弱かった。でも今のも本当あるかなと思ったね。え、疑似3位行くか赤保留だったら十分あっただろうね。そうね、ただ7点っていうところでやっぱ期待したよね。そうだね、あれやっぱ強そうだもんな。お、ここで緑だよ。赤行け赤行け、あー来た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 、赤来た赤来た、マジでそれやばいって。赤はね、今実戦上僕ら2台で 100% 当たってるんじゃないですか。赤は、え、あら、何それ、え、プレミア的なのじゃないよね。え、ギジラズ行くの、高級ラズ、え、これなんか本当に安いじゃん。ただね、2なんだよな。お、あ、来た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 来てる来てる、あ、俺も赤、赤掘り来てる来てる、間に合うかな、当たるまでに行けばいいから。あ、でもかなり熱い。江戸城背景赤聞いた、ストーリー、ストーリー
ラッキーがストーリーに1位。なんだこれ、なんだこれ、もうこれ決着つくよ多分。俺もストーリー、さあ決めよう決めよう。俺でもただ当たっても意味ないよ。そうだよそうだよ。さあ来る、そろ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 、弱いか、よし、いやよし、でも加減じゃない、加減じゃない、うるさいうるさい、加減じゃない、今からグン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 勝ち、マジですげえタイミング、マジで。てかこれこの後昇格しても負けってこと？負けですね、僕の方が早いですから。しかも昇格しなそう。あ、これ昇格しそうだ。あー、前振ってるよ、レインボーレインボーレインボー、前振ってるよ。ちょっと遅かったの、超残念。え、嘘、え、いや負け、カメラに証拠は残ってますから、まだ白勝ちです。マジか。実践終了。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ショールームでね、今回実践しましたけれども、はい、新機種、まあ楽しかったですね。いや楽しかったですよ。まあちょっとしたバトル的な感じでありましたけど、まあ緊迫した勝負が見せれたんじゃないかなと。まあ台の内容もそんな感じですからね。そうですね、ドロドロしてて、なんか敵対心むき出しみたいな、ね、マウントでビンタ食らわしますからねあれがね、実写だったらやばい、ね、興奮する。いや興奮、そっちじゃねえ、止まらない欲望。なんで興奮すんだよ俺。ガッキーの止まらない欲望は、いやいや本当に俺ね、勘違いされるから叩くより叩かれたい派だったもんね。いや言ってねえわ言ってない言ってはいねえ、まあ、言ってはいない、うん、まあね、ただ女性に手を挙げることはしない優しいガッキーですけれども、はい、じゃん、これが、今日の実践結果です。そうね、僕が最後ガッキー当たるなっていう時に、うん、本当にねこれタイミングよく出ちゃったもんで、軍が、見てください、こことここ2ライン、あ、2ラインになったの？2ラインです、ありがとうございます。でも一発でしょ。いや2ラインなんで、まあ2発はかわいそうだなと思ったんで、まあここは往復ビンタでいきましょう体重98キロのやつの、はい、往復ビンタって言いながら今ね、すごい結構ね嬉しそうな顔してるんですよ彼は。つぶりいらねえしかも嬉しくねえから。いや結構ねこう嬉しそうな顔してるんですよ近くで見ると。一応言っときますけど、この後も僕あの仕事結構ありますんで、はい、はい、まあ、手加減なしでお願いします。いやいやいや、ということですかね。ここにね手の跡ついてたら。それでは体重約100キロカメラマンからのビンタを執行していただきましょう。最後ちょっと手だけ見せていい？手だけ分厚いですね。こんなんなんですよ、こんなんでいきますよ僕今日はい、ということで鼻はい、ということで今週はここまで。鼻だぜ、鼻また来鼻、何だねいや、こう、痛さ分かるでしょこれはい、また来週、この時間にお会いしましょう。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載、パチプレチャンネルの登録募集中、パソコンの人はここをクリックしてね、スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック、パチプレ